っぱり自分がしんどいな辛いなって感じてる時が成長できてる時じゃないでしょうかね。当然身長が伸びたり、寝てる時に自分が身長が伸びてるっていうのは分かりませんけども、そのある程度の年齢になって自分の志が決まっていて、でその志に向かって頑張ってる時にやっぱり気持ち的にちょっとこうギブアップしたいなとか、やめたいなっていう風な挫折感を感じる時があると思うんですけども、その時が一番こうバネが収縮してる時と感じて、収縮した分ビョーンって爆発できるんじゃないかなと思えるのが あればですね、必ず僕は成長、できると思って頑張りましたね。まあ本当にそれはその通りで、成長僕はできましたから、自分の場合はちょっとこう顔がこう表というかね、ぶっきらぼうな顔してますから、よく笑うようにしてます、はい、で身長も高いですから、まあ、一般の日本人の女性の方、男性の方にちょっとこう威圧感を与えてしまうので、こう頭の高さが同じような高さに、合わせてからニコッと笑って、挨拶するとか、まあ、そういうコミュニケーションの入り方をよくしますね。ただまあ僕は野球人なんで、よくコミュニケーションの取り方をキャッチボールで例えるんですけども、やっぱりボールを投げる時に相手が取りやすいところにしっかり思いやりを持って投げる、で僕は取る側に回った時は相手の少しぐらいそれた球もしっかり取ってあげようと思って取るっていうのが、まあ、大事かなと思います。それをまあ野球に例えて、コミュニケーションのお話をよくさせてもらうんですけども、まあ、あとは日米間の違いでですね、海外の場合は少しドライじゃないかっていうふうに捉えることもあれば、日本でもう少しこう教えなくてもいいんじゃないかっていう、その中間ですよね。教えすぎる、コミュニケーションを取りすぎる、取りなさすぎる。だからまあ僕は本当は16で海外行ったおかげで、そのあたりがすごくこう、感じれて、だから、まあ、両方うまく使ってるつもりなんですけども、コミュニケーション、ただやっぱりちょっとこうどっちかに偏るっていうのはよくはないんじゃないかなと思いますね。自分の気持ちを伝えなさすぎる、もしくは伝えすぎるっていうのもダメだと思うので、そのあたりはうまくこう相手の気持ちを汲み取りながらうまくコミュニケーションを取ることがいければいいんじゃないかなと思いますけど、これはね、女性に対して男性が対立するのではなく、やっぱ女性のパワーってすごいです。で僕思うんですけど、男性よりもゴールに向かっていくパワーっていうのは僕は女性の方がすごいなと自分の中で思ってるんで、そういう素晴らしい女性にしっかり、まあ、リスペクトすることですかね、僕もやっぱりちょっとこう頑固なところもありましたし、女性の人とはこう 50-50 でお付き合いできるのは本当最近のことでなんですけども、でもやっぱり海外に長くいると、そういった考えではいけないですし、育児、家のこと、家事も含めてね、そういうこともどん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 男性が助けていく、もうそれは仕事場でも一緒じゃないかなというふうに思いますので、やっぱり女性をどん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 立てていって、その女性の素晴らしいパワーをですね、その職場でうまく流れるような雰囲気作りが
僕ら男性男の仕事じゃないかなというふうに思いますけど、やっぱりプロっていう肩書きがある以上は白黒はっきりつけられる立場だと思うので、まあ教える立場ですけども教わる立場の子どもたちの成長がね、僕の場合はですよ、見れない場合はやっぱり僕はプロとして成り立ってないんだなと思いますし、先生のお仕事でもね、その 100% っていうのはないと思うんです、治療に関して。先生のところに治療に行けば 100% 治せるっていうことはないと思うんですけども、その 100% に近づくために患者さんと二人三脚で、一緒にゴールに向かうというか、それは僕も子どもたちに、僕の指導が 100% 合ってるっていうわけじゃないですけども、子どもに一人一人の子どもたちに何が合ってるかなっていうのをしっかり見つけてあげて、指導するっていうことが、まあ、僕の中ではプロじゃないかなと思います。でその中でですね、やっぱりプロっていう肩書きがついてる人はお金をもらうわけですから、結果が全てっていうところもありますから、まあ中途半端な気持ちではできない肩書きですよね、お相撲さんじゃないですけどもう一日一日頑張りますじゃないですけど、まあ野球メジャーの場合は6ヶ月で162試合戦うわけですけど、まあ1試合1試合1日1日をクリアしていって、その積み重ねが1シーズンになるわけですよね。その1シーズンをまた積み重ねていくっていうことが、まあ5年プレーヤー、10年プレーヤー、もう15年20年プレーヤーっていうふうになるわけですけども、やっぱそのプロの世界っていうのはどの業界でも、まあ、力の世界だと思いますので、やっぱり成長しようという気持ちがなくなったり、自分のレベルがそれ以上向上しなければそのプロの世界から消えるっていう世界じゃないですかね、まあ、その中でやっぱりいろんな生き方を見つけて、いろんな武器を身につけて戦っていく、それがプロの世界じゃないでしょうかね。